ルワグカーフランクフルト市電 N 型電車 N 型はドイツの都市であるフランクフルトアムマインの路面電車のフランクフルト市電にかつて在籍していた車両の位置形式1両単位の輸送力を増やした3車体連接車である1959年から営業運転を開始したフランクフルト市電発の連接車である M 型電車に続いて導入された形式 二車体連接車である M 型の中間に21人分の座席が設置された中間車体を挟んだ三車体連接車で一両単位の輸送力がさらに増加した。一方で車体長が長くなったこともあり従来の車両のような付随車の製造は行われず M 型の付随車である M 型や Q 型の二軸付随車である化型が後方に連結されたものの 単独運転が主体であったことから1984年に連結機が撤去された。また、最初の2両については、地下鉄建設計画に備えて、高床式プラットフォームに対応した折りたたみステップが設置されたが、その後地下鉄路線には M 型のみが導入されることとなり、1960年代の終わりに撤去された。 M 型の二次車と共に1963年に30両が導入されたが、そのうち1両については工述の事故の結果、M 型として復旧が実施された。以降は残された車両がフランクフルト市電の各系統で使用されたが、2000年代以降は新型車両の導入により廃車が進み、2004年までに営業運転から撤退した。 2021年現在は一両がフランクフルト市電で胴体保存されているほか、フランクフルト消防団の訓練用として一両が残存する。フランクフルト市電で廃車となった N 型のうち一部車両は以下のドイツ国外の路面電車路線への譲渡が実施されたが、老朽化、調停小電車への置き換え、さらに路線自体の廃止などの要因で、2021年時点で 全車とも営業運転を終了している。1973年9月1日、7号線で運行していた N 型は運転士の操作ミスにより脱線、転覆し、沿線の学校の壁に衝突した。この事故は4人の死者や多数の負傷者を記録したフランクフルト市電における最悪の事故となり、800号も中間車体が大きく損傷した。そのため、 この車両は1975年の運用復帰に伴い中間車体が撤去されて2車体連接車となり、車両番号も600に改めた上で1990年代まで使用された。ありがとうございます。